さあ、行くぞー。イェーイ。待ってよ、兄さん。よし、僕にゃー。お、こんなところに羽が。それでは、アイちゃん、くらーい。アイちゃん、くらーい。お、トゲゾウちゃん、やっほー。お、トゲゾウちゃん、やっほー、ってちゃー。ふん、余裕余裕。ふん、余裕、くらーい。お、ドカンだ、お邪魔しまじのりょん。ドカンだ、お邪魔し。やめろ、くっくるなー。じゃあ、せっかかったーなー。なあ、霊夢。私たちいるか？こういう時の間を埋めるためにいります。黄金伝説のスタジオの方々並みにいりますよ。いらねえじゃねえか。あれ？何も起こらない。マリオのマークを押すんじゃないか？はい、今完全にウプ主はアマレコが止まったと勘違いしてます。ようやく気づいたな。いてぇ。くっそ、このクソ壁。よし、壁ドンしてやる。あったあった。ふふふ。さあ、これで壁ドンじゃ。3、2、1、OK。よーし、それじゃあ飛んでいきましょうか。おっとっとっとー。あー。ブリッジ構築。この土管は何でしょう。イェーイイェーイ。どんどんパフパフー。おーえー、レッツ、イーバー。ふー、おーマイガー。この亀押すのかな？よし、じゃあ行くか。そうだ、こんなところで油を売ってる暇ありませんじゃあ。ふん。いててててて。いてててててで済むのかよ。では続き見ていきましょう。え、やばい、ふふふ。しかし余裕ですぞ、どんなもんじゃーい。え、じゃあ。よし、それでは次、行きましょう。スーパーマリオポーズ、ちょっとやってみますか。あれ、どこ押せばいいの？適当にポチポチしとくか。お、オーケーオーケー。それでは、スタートン。よーし、では今回もマリオブラザーズ、やっていきます。さあ、クッパ、待ってなさい。それでは、じゃあ。一日目。あの、動きません。誰か、助けて。やーやーい、クソマリオー。地獄の底から復活じゃそういえばマリオってやられた後どうやって復活してるんだろ。それが今回見れるらしいんだぜ。お、それはぜひ見てみたい。では行きましょう。そういえば昨日の野球見たかい？すごいシュートだったのにまさかゴールキーパーに阻まれるとは思わなかったよ。ああ、まさかスリーポイントシュートからの夜景が決まるなんてびっくりだったね。こいつら異次元のスポーツの話をしてるんだが。あ、社長、マリオがまたやられたぞ。え、またか、もう、すぐやられすぎだよ。まあこれで時給1000円だから別にいいんだけど。じゃあこれは捨ててっと。この顔でいいかな。いい感じだね。じゃあ上に送ろうか。はぁ、もう少しやられず頑張ってくれよ。さあ行ってこい。じゃあボタン押すね。マジかよ。こうなってたのか。以上、マリオの舞台裏、でした。ということで今回はこの辺りで終わります。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではではー。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。それでは最後のおまけコーナー、霊夢の一言でお別れしましょう。ではどうぞ。ルールルルルールルルー。さて、キツネさん来てくれるかな？コンコン。おー、来たー。キツネさん、恥ずかしがらずに出ておいで。また頑張れるー。